見ろ、神がお作りになった世界はこんなにも美しい。なのに人間ときたらどうだ。醜い悪魔にたぶらかされてどんどん堕落していく。そんな人間たちを正しく導き悪魔を駆除することこそが天使のまだ喋ってる途中でる。いや、つまんないこと言って油断してるから。まったく、これだから悪魔は。サタンのやつもそうだった。人の話を聞かず問答無用で私の美しい羽をもぎ取って。ほんと忌々しい似た者親子だよ、お前たちは。知るかよ。もういいからさっさとかかってこい。俺と喧嘩したいんだろ。だったら素手で相手してやる。どっちが強いか殴り合いで決めようぜ。生意気な。天使と悪魔の格の違いを教えてやる。神の御心に従ってお前たちを成敗してやる。成敗されるのはお前の方だ。覚悟しろよ。これだから悪魔。はい、無様だね。うりゃうりゃ、悪魔でも動けないぞ。これだから悪魔。俺ってすごい。これで動けない。いくぞ。尺だな。おとなしく封印の壺を渡して天界に帰るなら許してやる。許すだと。この私を。けどこのままではなんとかもっと力を。悔しいけどベルゼブブ、お前は強い。でも私の方がもっと強い。どうなってる？アクアニウムエネルギーがどんどんダウンしていきます。アクアニウム炉の故障か。わかりません。このままではガラムが制御不能に。今度こそ決着といこうじゃないか。喧嘩だって言ってんのにアクアニウムなんか使いやがって。ベルゼ、こちらもメカを使うんだ。意地だけで勝てる相手じゃない。弱気になっておられるのですか。なわけねえだろ。へへ。うわっ、やめろ。正しい行いだと思っているのか。当然だ。神は絶対の存在。神の子である私も同じ。つまり私の行いは絶対的に正しい。その独善こそが真の悪。いや、悪と言うべきかな。やれやろ。愚かな人間には理解できないようだ。やはりこのムニエルが導かねば。クソ天使。覚悟はいいから。壺が2つ？ああ、大魔王様の壺が。まあパパなら大丈夫だろう。笑っている場合じゃないぞベルゼ。ガラムが上昇を始めている。どうすんだよ。管制室よ。船の制御を取り戻すの。よし、そちらは任せる。私はシーフと脱出方法を探す。速やかに体幹を。私は間違っていたのだろうか。どうかしら。私はひどい間違いだったと思うけど。ダメじゃ。もうそこら中がぶっ壊れておる。上昇の速度が上がった。誰だ。全くコントロールできない。すぐにでもアクアニウムは爆発しそうだぞ。やむをえん。みんな脱出だ。指令室の後方の部屋に脱出ポットがある。お待ちしておりました、ブレッド大将軍。ってそいつらは。この者たちも脱出ポットに乗せてやってくれ。はあ、あ、いやしかしポットは5人乗りですが。6人おりますな。詰めればみんな乗れるんじゃない。しかし6人乗せると安全の保証が。ただでさえその。いいよ、俺が残る。悪魔の俺ならなんとかなる。そういうわけにはいかん。残るなら私だろう。全て私の罪から始まったことだ。ごちゃごちゃ言ってないで乗れ。ベリゼ、なんだよその顔。悪魔のこと信じてんだろ。この世の誰よりもな。さてと、めんどくせえけどクソ天使も助けてやるか。まだ伸びてやがる。ほら立てよ。くそ、まだうまく力が入らねえ。手を貸そうか。お前たちなんでここまで一緒に来て最後にバラバラというのはな。そういうこと。それはいいけど、どうやって地上に降りるんだ。ベルゼならみんなを連れて飛べるんでしょ。飛べるわけないだろ。え、悪魔でしょ。飛べないの。お前だって半分悪魔だろ。じゃあどうするの。どうするって、あ、ラッキー、いいのがあったぜ。おお、そいつは。こいつはピッチ人にもらったウキウキタブレットだ。さあみんな急いで手を出せ。こいつを舐めると10秒だけふわふわ浮くことができる。ここから飛び降りてギリギリ地上に近づいたら舐めるんだ。しかしそんなにうまくいくものか。このまま宇宙まで行って爆発して死ぬよりマシだろ。じゃあ私から行くわ。ここに来て神頼みか。やむをえん。ほらシーフも。いや、わしは。さっさとしろ。ひえー。あ、先に落としちゃったらクソ天使どうするんだよ。ああ、よっこいしょっと。ウキウキタブレットが一つしかない。やばい、どうするって言っても気を失ってちゃ食えねえか。だったら俺が食ってなんとかするしかないよな。自力で壺から出られたんですか。いや、運よく岩に当たって割れたようだ。じゃあ父上が俺が落っこちるのを助けて。それは私よ。姉ちゃん、姉上でしょ。あ、みんなだ。王子、ちっとも落ちてこないんで心配しましたぞ。お前たちよくあのタブレットで助かったな。あれは失敗ですよ。タイミングが難しすぎました。みんなビビって高いところで舐めてしまい、再び落ち始めたところ、不思議な力に助けてもらったんですよ。どうやらあのお二人に助けていただいたようだな。ああ、俺もだ。お母様だよね。どうしてムニエルにやられちゃったって。封印の壺は2つあったのよ。でなければ私が二級天使ごときに遅れを取るはずがないでしょ。そうだったんだ。大きくなってお父さんは大丈夫、元気だよ。よかった。リリス、お前の子か。はい。はじめまして、おじいさま。アンと申します。おじいさま？ふざけるな。二度とそう呼ぶんじゃない。俺は大魔王サタンだ。はい。リリス王妃、アン王女。10年前は本当に申し訳ありませんでした。悪魔を誤解し、とんでもない暴挙に出てしまいました。あなたが謝るべきは私ではないわ。もっと多くの者たちでしょ。おっしゃる通りです。処罰は謝罪を終えたその後に懲役でも処刑でも受け入れる覚悟です。フォレストランドなど俺が5秒で跡形もなく消してやる。え？冗談ですよ。これからは軍の増強ではなく平和のために励んでください。ありがとうございます。平和か、気持ちの悪い言葉だ。サタン様、あの天使どうしましょうか。大天使に迎えに来るよう伝えておく。しっかり反省することになるだろう。ざまみろ。おい、雨だぞ。なんとアクアニウムの効果だ。30年前のピッチ人たちの善意の水がやっと。ところでお前、名は何と言ったかな。お、私ですか。ラオと申します。ラオか。今回はベルゼブブやシーフを率いてよくやってくれた。大した人間だ。魔物の里に住むことを許可してやってもいいぞ。いえ、ありがたく存じますが、私はこれまで通りで。そうか、つつましいやつだな。気に入った。宝箱を1個くれてやろう。父上、俺もゲーム1日2時間やってもいい？調子に乗るんじゃない。それより空を飛ぶ練習をしたらどうだ。はい。サンドランドに数十年ぶりの雨が降ったから時は流れ、フォレストランドではジャムの国王復帰が発表された。サンドランドとフォレストランドは正式に平和条約を締結。国交を正常化し、長い争いに終止符を打った。ブレッドとロゼッタはジャムの計らいで人と魔物の橋渡し役を任じられた。展開に送り返されたムニエルは、ひどいです神様。宝物小掃除1000年の罰なんて。一方、ベルゼブブたちは走るなこれ。王子、そろそろわしにも代わってくださいよ。あ、バカ、危ないだろ。相変わらずだね、あんたたち。あんじゃないか。お前こんなとこで何してんだ？旅してるの。自由に行き来できるようになったからね。世界中を回ってメカニックとしての腕を磨くつもり。あんたたちは？おっさんに付き合ってピッチ人にプレゼントを届けに行くとこだ。そうなんだ、楽しそうね。ところでそのメカはどうしたの？ラオのおっさんが父上からもらったんだ。新品ですごいんだぜ。じゃなくて大丈夫なのって。何が？なんか変な匂いがする。王子、メカが煙を吹いてます。ああ、シーフのせいだぞ。なんでですか？ああ、やっぱり私がいなきゃダメなんだから。ほら止まって、修理してあげる。あっちゃ、これダメだね。スピノ町のガレージじゃなきゃ直せない。じゃあスピノ町に行こうぜ。ま、しょうがないか。旅はいいのか？うん、急ぐ旅でもないから。それにあんたたちといた方がメカニックの腕が磨かれそうだしね。よし、決まりだ。出発進行！